僕が16歳でアメリカに渡ったわけですけれども、その時に私の父親は血を吐いて病院に入院している時だったんです。ですから家族も心配している、家族の家計がどうなのか、家がどうなんだということを含めてもう不幸のどん底です。その時に僕がいやもう一人アメリカに行くと、もうむちゃくちゃに言われました。親戚からも、親が病気して倒れて入院している時に、なんでお前はそんな、ね、一人アメリカ行くなんていうことを言えるんだと、冷たいやつだなと言われました。で、先生、担任の先生からも校長先生からもクラスメートからもですね、まあまだ高校1年生の1学期でなんでそんな状況でですね、アメリカに退学して行くんだというようなことを言われましたけども、私は決意して、アメリカに行ったわけですね。僕はその時、言いました。おふくろにですね、泣きながらしがみつくおふくろに、おふくろと、病院の先生に聞いたら親父は死にゃせんと言うてると、血は吐いたけど死にゃせんと言うてると、ね、まあここ何年かの家庭のことを思えば、家にいて学校で勉強して家族のために、それはそれで大事なことかもしれんと、でもこれから何十年のことを思ったら家族のためにも、そして家族をさらに超えて自分が何かことをなすと、このことのために人生を捧げたいと、だからわしは行ってくるということで、涙を振り切っていきました。つまり私にとっての志、それにちょっと芽生えてしまったということですね。その志って何だ、その時は何を成したいかというところまでははっきり見えてませんでした。しかし何かでっかいことをやって、何か多くの人々を助けたい、自分のあるいは自分の家族のそういう支持しよくとか、そういうことじゃなくて、もっと何かでっかい人生を燃えたぎらせたい、引きちぎれるほど頑張ってみたいと、それを成したいという、その思いだけは強烈に芽生えてしまったんですね。それがこの、私にとっての志、多くの人を、100万の人々を助けたい、100万千万の人々を助けたい、そういう人々に貢献したい、そういう何かでっかいことですね、これを成したい。金銭欲とかじゃありません。そんなことではなくて、何か本当に多くの人々にあいつがいてよかったと思われるようなことをしてみたいということで決心したわけですね。私にとって人生5つの大きな勝負がありました。第1回目の人生にとっての勝負、それがこちらであります。志を立てて飛べということであります。15歳の時にアメリカに渡りました。これリモコンが15歳の夏に、アメリカに、1ヶ月間だけ夏休みの旅行で行きました。英語の研修ということで、もう目から鱗ですね。本当にもうアメリカの広い、世界で一番大きな国、一番文明が発達してて、力があって、輝くばかりのアメリカ、龍馬が海外に行ってみたいと、アメリカを見てみたい、ヨーロッパを見てみたい、でも行けない。吉田松陰先生が、わしゃアメリカに行く、外国に行くんじゃっつって船に、ね、密航しようとして見つかって、説得させられましたね。
あれほど命をかけて見てみたいという人々が行けなかった外国を自分は見ることができる、そんなチャンスがあるなら見てみたいということで見てみたら、なんとびっくりと、やっぱり日本とは比べ物にならんぐらい、何やらすごいということを感じて、これはもういても立ってもおられんと、脱藩じゃということで、もうバシッと退学届を出して、高校1年生の1学期でもう退学届ですよ。校長先生も担任の先生もせめてね、休学にしたらどうだと、せめてアメリカ行くっちゅうなら大学行ってからでもいいじゃないかと、大学卒業してからでもいいじゃないかと、せめてじゃあ今どうしても行きたいっちゅうなら休学にしたらどうだと、ね、で1、2年行って様子見て帰ってくるということで、その辺でどうだと、手を打たんかとこういうような話でした。で、私は校長先生に言いました。先生と、僕は弱い男ですと、アメリカに行って英語はようわからん、一人で行ってどんな生活になるかわからん、困難にぶち当たったらくじけついて、ね、くじけて弱い気持ちになって戻ってくる、古巣があればそこに戻ってくるかもしれないと、それじゃ腹が据わらんと、退路を断たないと、退路を断たないと困難に立ち向かえんと、だから休学届じゃなくて退学届にさせてくださいと、私はこの高校素晴らしいと思いますと、先生方も生徒も僕には何も不満はないと、だから不満があって退学するんじゃないんだと、みんな素晴らしい友達で、みんな素晴らしい先生で、こんなに一生懸命止めてくれる校長先生も担任の先生も僕は本当素晴らしいと思うと、ね、だから嫌いで行くんじゃないんですと、チャレンジのために行ってくじけて帰ってきたらそらもうええこと何にもないと、だから退路を断つんだということで勝負してアメリカに行ったわけです。行ったアメリカでめちゃくちゃに勉強しました。自分で好きで行ったわけですから、自分で望んで行ったわけですから、言い訳意図ないということで、もう死ぬほど勉強しました。皆さん今大学生ね、皆さんが大学生の今現在と当時の僕の状況と、この中ね5000人近くの人いますけど、絶対に言えること、僕より勉強してるやつはいないと自信持って言えるよ。なぜ言えるかと、途中で肺炎になっても肺炎になったことがわからないぐらい、もう風邪でごほごほぜいぜい、もう頭ガンガンして、その状態でも一切休まずに、一度も授業休まずに、いつも真っ先の前列のど真ん中で座って食い入るように先生を見て勉強して、トイレに行くときも絶対に教科書から手を離さない、読みながらトイレに入る、道歩くときも教科書読む、運転するときも、ね、イヤホンで授業の内容をテープでもう一度復習しながら、もう寝る時間だけ、寝る時間も最小限の時間と朦朧としながら、寝てる時間以外はもう全て勉強すると、英語がようわからん、そんなことをあしは言い訳に使いたくないと。それまで日本にいて高校1年まではいやいや勉強してましたよ。いやいや勉強してるからいろんな言い訳言うとった。したくないものをしてるから、何のために俺は勉強せないかんねやと、こうやって言ってましたから、ね、こんなもの世の中に出て役立つのかとか言ってましたから、大概の手抜きの勉強でしたよ。でもアメリカに行って、ね、それこそ血吐いてる父親を置いて、泣く母親を振り切ってアメリカに行ったわけですから、ね、そういう状況の中でわしがここで言い訳言って勉強サボってどうすんやと、学生のわしにとっては勉強が本業だと、本業中の本業に命燃やしてちぎれるほど勉強しなくて罰が当たると思ってやったわけですね。
ですからここにいる皆さんより少なくとも勉強の絶対時間では、1日あたりの勉強の時間数ではわしに勝つやつは誰もおらんと、少なくとも同じぐらいやっとる人はおるかもしれない、でも物理的な限界を超えるぐらい僕は勉強したと、ね、そのくらい燃やして燃やして燃やしまくってやったと、退路を断って、ね、アメリカに行ったからにはと、でもそれが僕にとっては人生の大きな勝負どころ、転機だったわけですね。その行ったアメリカで、高校1年生に入った。1週間で校長先生に掛け合って、もうこれはいいと、2年生に変えてくれと、それで2年生に変えてもらった。教科書全部取り寄せて、3日経ったらまた全部2年生の教科書を全教科読んで斜め読みして、もう一回校長先生に言いに行って、もう2年生もいらんと、3年生の教科書全部くれ言って3年生に変えてもらって、また3日で3年生の教科書を全部読んで、もうこれもいいと、わしは高校はいらんと、そのまま大学行きますって、先生さようならって言って、そのまま大学行ってしまった。だから高校生は日本で1年生の1学期の3ヶ月間、アメリカで合計2週間、それで高校はもう終わりということで、そのまま大学行ったんですね。で、大学では今言ったように死ぬほど勉強しました。その大学の3年生の時、出会いは突然訪れました。19歳の時でしたね。初めてマイクロコンピューターのチップの写真を見たんです。生まれたばかりのマイクロコンピューターのチップ、それを科学雑誌のところに1ページ写真が載ってた。これを見てもガーンと衝撃を受けたんですね。あの車を降りて、道で読みながらまた歩いてた。そしたら何やら未来都市のようなね、未来の都市の設計図のようなカラーの写真があって、なんだろうな、不思議な写真だな、初めて見る写真だなと思って、次のページをめくったら、これがなんとマイクロコンピューターのチップの拡大写真だということを知った。それが人差し指の指の、ね、先っちょにちょんと乗ってるぐらいの大きさでした。これを見てね、もうボロボロボロと涙が出たんですね。全身の両手両足の指先がジーンとしびれてたまらない。人類はなんちゅうすごいことをしたんだと、人類が初めて自らの脳の働きを超えるかもしれないものを人類は作った、発明した、このことのすごさ、このことの感激に私はショックを受けたと、感動したということですね。このことによって20世紀のこれからの、ね、終わり、21世紀どういうふうに人類社会が発展するんだということを想像し始めたら、もう恐ろしい衝撃で感銘を受けたわけですね。その結果それを使って、発明に結びついていったということなんですけども、まあ先ほど言いましたように、親父は血吐いて病気で入院している状態ですから、何年間か入院してました。まああんまり家族にね、経済的に負担もかけちゃいけないということで、僕は19歳の時、まあ、大学3年生の時に、その1日5分間勉強以外に費やそうと、食事する時も必ず教科書ね、左手に教科書、右手でその箸とかフォークで、その時思ったんですけどね、一度ゆっくり両目でお皿を見て料理食べたいなって、そしたらどんなに美味しいだろうかなと、
そんな贅沢ってあるのかなと思ったんですよ。皆さん食事するとき大概両目で見てお皿見て食べるでしょ。僕はね、そんな贅沢はなかったわけ。そんなことはできない。必ず食事するときも教科書をガーッにらみながら、視野の端っこにぼーっと見える皿に何かフォークを突き刺してとりあえず刺さったものを食べると。時々なんか胡椒みたいなそのまま入ってガーッと叫んだりすることもそのぐらいの状態でね、勉強してました。だから5分間自分に勉強以外の時間を自分に与えるということはどれほどの贅沢かと。学校の勉強以外の時間を僕に5分間与える、これは大変な贅沢だと。その贅沢なこの時間を一日一つ何か発明をしようということに当てたと。一日一つ何か発明してね、その中から一つ一年間かけて選んで、でその発明で一山当てようと、ね、そういうふうに思ったわけです。1000万ぐらい稼ごうかなと。一日一つね、一日5分のアルバイトで1年間頑張って1000万稼げたら、皆さんいいアルバイトだと思いません？今でも今の時代でもね、一日5分仕事して1年働いたら1000万貯まった、つまり月100万、それはいいアルバイトでしょう、ね、なかなかそんなアルバイト今でもない。30年以上前と、33年前って言ったら、その当時の貨幣価値で言えば気の狂ったような目標です。で友達に言いました。そんないいアルバイトないかって言ったら、みんなから笑いました。お前アホかということで一瞬で却下でしたけども、で僕は真剣でした。でそんな虫のいい話は発明ぐらいしかないぞと。あの松下幸之助さんですら、ね、小さな発明から会社を起こしたと。わしも何か発明してみようということで、自分に与えたレジャーの時間、つまり発明の時間、そこで一日一つ発明しようで、できました。完成しました。250発明しました。最近僕がツイッターでできましたというリストをいろいろ出しますが、まさにできました。1年間で250発明をしました。1日5分間ずつやって、中にはしょうもない発明いっぱいありますけど、でもそのうちの一つが、世界初のフルキーボードのポケットコンピューター、マイクロコンピューターを使った世界初のポケットコンピューター、今でいう iPhone の走りのようなものですね。これを19歳の時に発明して、自分一人じゃあのものは完成しないんで、仲間を集めなきゃいけない、僕を手伝ってくれる助手を集めなきゃいけないということで、世界的に有名な、その大学の教授とか研究員、5、6名集めて、それでプロジェクトチームを起こして、だ僕が学生だから1日5分しか時間ないので先生手伝ってくれということで、先生に給料払うと、先生に、ね、空いてる時間で僕のためにアルバイトしてくれと、1時間いくらと先生に払いますと、教授を雇った。で、ネゴがするの嫌だから、先生1時間いくらかは先生が自分で決めてくれと、先生が欲しい金額出しますということで、なんちゅうことを言う学生だという話でしたが、ただ一つだけ先生条件があると。それはね、先生が書いた通り申告信じますと、その通りやっていいと。だけど出来上がったら全額払いますと、先生の申告通り全額払いますと。だけど僕に今金ないと、出来上がって完成してそれが特許が売れたら、売れた金額から先生に全額払うと。だからうまくいかなかったら先生ただ働きですと、うまくいったら先生方の申告通り満額出しますと、そういう条件でどうですかって、
笑い出して先生たちがね、お前面白いこと言う学生だとね、まあわけわからん話やけどやってみるかということで僕の発明を実現するプロジェクトチームができたということであります。その時に人生50カ年計画を立てました。これです。その時の研究員が左側にいるあのケムクジャラのおじちゃん、彼が僕のプロジェクトチームのメンバーの一人ですね。他はもう世界的に有名な大学の教授とかそんなばっかりでしたが、彼らが僕に毎日ボスと、次何をやればいいんだと僕から指示を仰いでると、なんかまか不思議な関係だったんです。でその時に僕は、人生50カ年計画を立てたと、19歳でした。20代で名乗りを上げると、自分の事業を起こすと、自分の業界に名乗りを上げると、30代で軍資金を貯めると、軍資金は1000億2000億という数える規模でなきゃいけないと、40代で一勝負をすると、1兆円2兆円と数える規模の勝負をすると、50代である程度その事業ビジネスモデルを完成させると、自分のライフプランとしてのモデルを50代で完成させると、60代で次の経営陣にバトンタッチをすると。僕の次の経営陣というとちょうどですね、今から十数年、皆さんの世代の人たちですね、皆さんの世代の人たちから次の経営陣が出ていくということになろうかと思います。そういう大まかに分けて、ね、5つのステージ、20代30代40代50代60代と、この5つのステージのライフプランを作った。一度も変えてません。この19歳の時に立てた僕自身のライフプラン、一回も変えてない。その時お金1円もないですよ、1円もないけど、まだ発明のアイデアを思いついて設計図を書いて特許にまで出したと、特許に出し、設計図を書いて特許にまで出すと、そこまでは僕がやったと。特許に出して設計図を具体的に、試作機を完成させると、それはさっきの教授陣のチームで一緒にやったということですけども、お金がないけれども、でも志だけはもうはっきりしてたと。なんかでっかいことをして何百万何千万の人々に役に立つ、そういうことをしたいと。もしその時に自分が持ってる技術、知識、情熱、そういうものが役に立てばいいなということで、20代で名乗りを上げました。それがソフトバンクの設立であります。20代で名乗りを上げる。大学を卒業して日本に帰ってきました。日本に帰ってきて、僕は大学を卒業するちょっと前にはね、アメリカでは優秀な学生は大抵大学院に行きます。大学院で博士号まで目指します。僕のクラスメートも優秀な学生はそういう人が多かったです。僕は大学4年の時には、もう先ほど言ったようにめちゃくちゃ勉強してましたから、大学院の中でもですね、ハーバードだとかスタンフォードだとかバークレーだとか MIT だとか、そういういくつものところから、もう月謝いらないと、学費月謝はいらないから、その入学料もいらないから、うちの大学院博士号課程に来ないかと、そういう招待状がいくつもの大学から来ました。そのくらいめちゃくちゃに勉強してて、教授からも推薦状が出てました。でも僕は全部お断りして、お袋と約束したと、大学卒業したら日本に帰ってくるということで、その約束通り帰ってきました。もうすでにアメリカにいる時は会社を起こしてました。
19歳で発明して特許料、まあ先ほどちょっと言いかけましたけども、あの特許を取って、実際はですね、1年半で、1億7000万円ほど稼ぎました。その最初にやったその発明の教授を巻き込んでやったやつ、シャープに売り込みました。日本のシャープさんですね、特許を売り込みました。1億8000万円もらった。もう一つコンピューターのゲームのプロジェクトをやって、そちらでも1億5000万稼いだと。だ僕が19歳の学生の時に、1年半で当時のお金で3億以上、3億数千万円稼ぎました。ですから最初に立てた目標、1日5分働いて1000万円ぐらい稼ぎたい。でも実際は1日5分働いて1年半で、3億数千万稼ぎました。今の貨幣価値で言えばもっと大きいですね、何倍、今のあれで言えば3億の何倍かの価値だと思いますが、そのままずっと発明を目指すという町の小さな発明家なんていう人生の選択肢もありました。でも僕はそうじゃなくて、もっとでかいことをやりたいということで、会社を起こそうと思ったわけです。日本に帰ってきて会社は売却しました。僕が学生の時に作った会社は売却した。そして日本に帰ってきてソフトバンクを起こすことになったわけですが、でも日本に戻ってきて1年半悩みに悩み続けました。きっと今の皆さんもですね、大学卒業してこれから自分の人生どう過ごそうと、いろんな意味で悩んでるんだろうと思います。就職なんでもありますしね、ソフトバンクのなんか孫正義の話が宇宙から、興味半分野じ馬半分でですね今日は来たと思いますが、きっと悩んでると思います。自分の人生これからどう過ごそうかと、どういう人生にしようかと、いろんな選択肢があるんだと思います。僕も悩みました。大学を卒業して日本に戻ってきて1年半悩み続けました。でも安易に決めたくないと、たまたまぶち当たった、たまたま親が、たまたま何かのご縁で、そういう安易なことで決めたくないと。なぜならば自分が決めた自分の職業、自分が決めた自分の仕事、これコロコロ変えるわけにはそんな簡単にいきませんから、だいたい決めたらその道にほぼ行く可能性が高いので、その決めたことをフラフラするというのは効率悪いんで、その自分のエネルギーをどこに費やしたらいいのかと、自分が登りたい山何なのかと、自分の志って何なのかと、自分の成したいことって何だろうかと、これを決めることが大切だということで、この一文を僕は思いつきました。登りたい山を決める、これで人生の半分が決まるということであります。これはその当時僕が大学から卒業して日本に、大学卒業して日本に帰ってきて1年半の間このことを思い続けたわけですね。自分が登りたい山、ね、これを決めなきゃいけない、これを決めることでもう人生が半分決まってしまうということであります。自分のテーマですね、人生のテーマ、人生の志、自分にとっての志のテーマ。もう一度龍馬の本に戻りました。何を成すために自分は生まれてきたのかと、ことを成す、ことを成す、そのことって何なんだろうかと、自分にとっては事業家になりたいということでありました。自分の人生一生をかけるのにふさわしい、そういう仕事って何だろうかと悩み続けました。1年半40ほど考えました。40新しい事業を考えました。人々がやってないこと、新しいこと、人の役に立てること、一番になれること、儲かること、自分が継続して好奇心を持ち続けられること、意欲を持ち続けられること、
多くの人々に役立つこと、常に何か技術革新があってというような業界じゃないと自分の心が飽きてしまうと、情熱冷めてしまいますので、冷めない情熱を一生持ち続けられるテーマ、それって何だろうということで悩み続けました。出ました結論が、私にとってのことをなす、そのことって何だろう。私自身の結論はデジタル情報革命でありました。ことをなす、デジタル情報革命を通じて多くの世の中の人々の、世界中の人々の知恵と知識を共有できるような、そういう何かでっかいネットワーク、プラットフォーム、何かそういうサービス、そういう事業を作って、人々の知恵と知識が何か一つの大きなデータベース、ネットワーク、そういうものに収められて、それをみんなで共有することができて、で人々がより幸せになれる、より幸福になれる、より仕事の生産性が高まる、楽しくなる、病気の人が助けられる、そういうような何か仕事、それであれば人生をかけるにふさわしいというふうに思ったんですね。その志で、よしこれだと、わしが人生をかけるのはこの志だと、この志だ、このためにわしは生まれたんだと、このために人生をかけるんだということで決意をし、会社を起こしました。それがソフトバンクであります。